はい、どうもヒカルです。今回ですけども、ポテトサラダでちょっと前に O157 が出たじゃないですか。で、なんでも、まあその O157 が出てから今ポテトサラダのなんていうか売れ行きっていうのがなんかすごい下がってるらしいんですよ。まあお惣菜屋さんで、ということで、今日はですね、コンビニ、3社そしてちょっとデパートのねデパ地下に行ってポテトサラダをたくさん買ってきました。それはこちらです。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11種類ですね。こちらも11種類ポテトサラダを買ってきたんで、今日はですね、僕がですね、このポテトサラダを食べて、O157 にならないというのを皆さんに証明、したいと思います。はい。それじゃあもう早速、食べていきましょうか。まずじゃあコンビニから行こうかな。味の違いもね、ちょっといろいろレビューしたいから、じゃあまずは安いコンビニのポテトサラダから行こうかな。これがね、ローソンセレクト。ローソンセレクトの、明太ポテトサラダ、あと普通のポテトサラダがあるんで、じゃあこれローソンのポテトサラダからいきたいと思います。はい、一部こうやって出して、はい、そんな感じ。じゃあまずはねローソンのポテトサラダ食べたいと思います。うん、うんうんうん、うまい。普通にね美味しいね。うん、なんかでもまあ何の味に変哲もない普通のポテトサラダって感じ。まあ、せっかくなのでビール飲みながらやりましょうか。じゃあ次これ明太ポテトサラダ。じゃあローソンの明太ポテトサラダいきたいと思います。普通にうまいですね。なんかあんまり辛みはなくて明太子風味だけど普通に酸っぱい感じのポテトサラダ。うん、ビールと合います。次、セブンイレブンですね。セブンイレブンのポテトサラダ。セブンイレブンポテトサラダ、いただきます。ローソンとはね、ちょっと違うね。ローソンとはちょっと違う。マヨネーズの酸味が少ないのかな。ちょっとなんか、優しい味っすね。じゃあ次が、セブンイレブンの明太ポテトサラダ。セブンイレブンの明太ポテトサラダ。ローソンの方がね、酸味がある。ポテトサラダになんか酸味が、多分マヨネーズが強いのかな。マヨネーズの酸味が効いてるのが、ローソン でセブンの方はなんかもっと優しいまろやかな味ですね。続きまして、コンビニです。ファミリーマート、これはまあパックの商品。ファミリーマートのポテトサラダはパウチではなかったです。ポックリポテトサラダかな。これはさっきのポテトサラダはポテトだけだった、うん、全部ポテトだけだったのに対して、これはなんか人参とかコーンとかなんかちょこちょこっと野菜が入ってますね。野菜がいろいろ入ってるから、これはまあサラダらしいサラダかな。味はですね、まああんまりマヨネーズの酸味が効いてないセブンイレブンにどっちかって言ったら近い感じですね。じゃあこっからなんですけども、一応そのデパ地下で買ってきた高級なポテトサラダに行きたいと思います。フルーツの高野、これ高野ってフルーツのお店があるじゃないですか。フルーツで有名なフルーツケーキとか出してるあの高野がフルーツのポテトサラダ、フルーツなのかな、でもなんかポテトサラダを出してたんで買ってきました。この量で310円、まあコンビニのがね100円とか130円で買えるのに対して、まあ、倍近くの値段ですね。じゃあ高野のポテトサラダいきます。あー、はい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 、なるほど。より自然というかコンビニのポテトサラダが完全に潰してマッシュポテトにしてるのに対して、高野はじゃがいもが残ってる形として、じゃがいもが、まあ、残ってて食べるとじゃがいもの歯ごたえが残ってる感じですね。続きましてなだまん、料亭かな、料亭のなだまんの高級ポテトサラダ、これがねこの量でね587円で、これ名前がね和風オニスラポテトサラダって書いてあって、オニオンスライスが入ってるみたいですね。これいってみましょう。オニスラと、あと、鰹節が入ってるかな。じゃあ、なだまんのポテトサラダ。うん。
別物。なんかジャンルがもう違う感じですね。これは普通にうまい。あのオニオンスライスとあのポテトサラダすごい合って、普通にもうサラダとしてめっちゃうまいです。うん、まあさすがナダマン。じゃあ次が、あこれ結構高いよ。これはどこだ、ナトス。ナトスっていうところの、ナトスっていうところの、これがシンプルポテトサラダ。値段の方がこの量で276円。これも結構高め。じゃあ、シンプルポテトサラダ。うん、あこれうまい。マヨネーズが多いのかね。うまい。ネトッとしてる。よりマッシュポテト、マッシュポテト感がすごい強いんだけど、ネトッとしてマヨネーズが多いのか。でもね、マヨネーズの酸味とかはなくて、すごい美味しい。うん、美味しいマヨネーズだ。で、次が、ブッツデリカテッセン。はい、ブッツデリカテッセンの、ポテトサラダです。いただきます。うん。普通。次行きます。RF1 っていうところだね。RF1 っていうお店のポテトサラダで、フレッシュ野菜、新じゃがサラダ。これは結構具だくさんだ。人参と、レタスと、きゅうり。あと、玉ねぎみたいなのも入ってんね。うん。うん。うん。具だくさんだから、サラダ感は強いね。北海道産新じゃがのデリシャスサラダ。はい、北海道産新じゃがのデリシャスサラダ。これラストです。うん、エビ入ってるこれ。人参、玉ねぎ、きゅうり、エビ入ってるわ。うん、これうまい。何がうまいって、エビがうまいわ。エビうまい。はい、そんな感じで、とりあえず、買ってきた11種類のポテトサラダを食べたんで、ちょっとね、まあ、時間を置いて、お腹が痛くなるかならないか、まぁ、ちょっとね、経過を見たいと思います。はい、そんなわけで、あれからだいたい2時間ぐらい経ったんですけども、まぁ、一応お腹の方はですね、全く痛くは、なってません。はい、まぁ、そんな感じでですね、まぁ、どうやら、まあ、11種類のポテトサラダを僕買って、食べましたけれども、まあ、どれもね、O15 ならは入ってなかったんじゃないかなと思います。どうでしょう。まあ、今やっぱこうね、貝割れ大根が O15 ならって出たらやっぱさ、貝割れ大根みんな買わなくなるし、やっぱポテトサラダから O15 ならが出たっていうと、ポテトサラダはみんな買わなくなるけれども、まあ、ポテトサラダが悪いわけじゃないから。まあ、それで、物をね、よそで買ってね、まあ、もしや自分で調理して食べて O157 になる可能性っていうのは多分何食べてもある、何食べてもある中で O15、ポテトサラダを食べたから特別 O157 になりやすいっていうわけでは多分ないと思います。はい、まあそんな感じで、まあね、ポテトサラダ11種類大量買いしてね食べたわけなんだけれどもね、まあ僕は2代目ヒカルなんで、一応まあ初代のね、ヒカルくんがさ、まあ、大量買いしてさ、まあ、食べないお菓子とかさ、まあもしかもカードとかゲームとかな、いっぱいね、大量買いしてますけれども、やっぱただただね、ただただ大量に物を買って、消費して、で、それを動画に撮るんじゃなくて、まあこうやってなんかたくさん食べてさ、なんでこう世の中にまあ良い流れというかね、別にポテトサラダが悪いわけじゃないんだよ、みたいなのは、まあ、伝わった方がなんていうかね、あの動画を撮る意味みたいのがあるんじゃないでしょうか。まあ、ただただ大量買いして大人買いしてね、それをみんなに垂れ流すよりも、まあ、少しでも世の中に伝えるものがあるとか、まあ、皆さんに伝わるメッセージみたいのが動画の中にあると、なんかもうよりね、やっぱこの YouTube の動画がなんか有意義なものになると思います。はい、まあそんな感じで、まあこれから柴田、2代目ヒカルとして、これからもね、動画を撮っていくんですけれども、まあ、ただただ物を大量に買うんじゃなくて、まあ皆さんに何かね、面白くて、そしてなんかためになることとか、何か意味があることを伝えていけたら良いなと、思います。はい、そんな感じで、今日はこの辺で終わります。ありがとうございました。